では、音読なんですけれども、えー、っとあ、この間ね、ちょっとね、音が出なかったみたいなんで、今度はちょっと大丈夫だと思います。えー、では、行きましょうか。これじゃないえ、こっちかこれだ、これだ。はいはいはい。えー、っとですね、ここに、あ、じゃあ、ここにまた打ち込んできますので、えー、っと、じゃあ、やりましょう。どうしましょうか。あ、音で行きましょうか。うん、何がいいかな。 カメラは大好きですけどスマホでいいんじゃんはいこれですね。カメラは大好きですけどスマホでいいんじゃん <laughs> じゃあ英語。コンです cameras,、はい。一緒に読んでね。この カメラは大好きですけどスマホでいいんじゃん。英語、こっちの音声。これ聞こえるかな聞こえてると思うんですけど。で、あるいは私が読む、I love cameras, but, smartphone but a smartphone would be fine。but be would smartphone a fine っていう私の声と一緒にね。このこっちの音声でも構いませんけど。まあ、聞こえなかったら私の声と一緒にするしかないね。 どううでしょう今回はちゃんとできるでしょうかねでは次いきましょうか。何がいいかなお土産としてその国の国旗をもらいました。これどっち行っても大丈夫なんだね。ちゃんと出ますね。じゃあやめましょう。はい、お土産としてその国の国旗をもらいました。英語いきます。I received the country's flag as a souvenir. I received the country's flag as a souvenir. Hi Compiki Hi Compiki. Hi Compeki Yes perfect. Yes perfect. Anataoshi Tabeta あなたお寿司食べたことありますかせっかくだから近くのレストランにも行ってみましょう。 Go to a nearby restaurant. せっかくだから抜けてますけど、言わないんだね、英語ではね。<laughs> そういう感じです。宇宙人。宇宙人。Alien。Alien。先生のお腹。

びっくりしないでね。おならプー、おならプー、ファープー。おー、ちゃんとできてます。ファートプー、ファートっておならって意味なんです。これああんまりえー、っと学校とならないならないと思いますけど、実際にえー、っと小さい子なんかと喋ってると、えー、言いますからね、これよくね。はい、じゃあ終わりにしましょう。